けはいどうも、かけじゅくじくの野村です。さあ今回は、絶対見ないと後悔する2022年神美術展についてお話しさせていただきます。 いうことで、えー、ご存知ありますでしょうか？神美術展あるんですよ。マジでヤバい美術展がこの秋東京で行われるんです。えー、絶対でねなかなか僕強く言えないもんだと思ってるんですけども、えー、今回の美術展に関してはどんだけ風呂敷を広げても大丈夫っていうぐらいマジですごいプレミアムの展覧会が行われます。えー、ご存知ない方はぜひね今回の動画でチェックしていただければなと思うんですよ。 その展覧会はなんなのかっていうとこちらなんですね。えー、国宝東京国立博物館のすべてという展覧会になります。はい。えー、東京国立博物館でいうとね、まあ東博東博という名称でね、えー、親しまれているんですけれども、えー、日本最古の、えー、博物館になります。日本で一番古い博物館なんですよ。へえー、そうなんやて。そう。この博物館東博が、えー、創業150周年になるんですね。今年が。 で、えー、そんだけ前、まあの150年も経って、まあ日本最古のもんだから、えー、プレミアムな展覧会をしようということで、えー、ガチのほんまにガチの展覧会を、えー、今年するんですよ。それは何なのかっていうと、えー、持ってる国宝を全部見せます。 っていうう展覧会なんですよへーそうなんていうそうなんでですすよよへそ国宝を東博でいうた、まあ、所有物っていうのはめちゃめちゃ多いんですけど重要文化財とかも含めてめちゃめちゃ多いんですけどまあそれは最古やからね最古やからめちゃめちゃ多いんですけどもその国宝を、えー、全部見せてくれるっていう展覧会なんですよこれねマジでありえへんことやから、あのー、普通ね国宝1点でも展覧会であったらもう展覧会成立するっていうぐらいのレベルなんですよ、まあ、あとまあねえー、まあその、ね、主食をね国宝置いといてあとまあお供え物でなんか適当にね 置いといとても展覧会として一応成立するっていうぐらいのパワーがあるのがこの国宝なんですよ。それれを全部見せてくれるとうことですすすよよ全全部部くないですか全部ですよでか、えー、何本ぐらいあるので言うと、えー、合計89点の国宝があるらしいんですよ。これ全部見せらしいんですよ。まあ、一応会期があるので入れ替えは何個かあるらしいんですけど商品のあ作品のね入れ替えはあるらしいんですけどもでもまあトータルして全部見せてくれるよっていう展覧会なんですよ。いいやーこれはすごいなと でもちろん絵画だけじゃなくて刀とか、ね、刀剣あ焼き物とか全部まるっとまとめて見せますけども、えー、それでもね、えー、僕は、まあえー、掛け軸屋なので絵画が大好きなので絵画を見に行きたいなと思ってるんですけども絵画だけでもねめちゃめちゃあるんですよ。えー、何点かというと26点になります。 はい、89分の26ということでまあまあのボリュームがあるじゃないですかでそのラインナップっていうのもねめちゃめちゃすごいんですよ今回ねどんなラインナップがあるのっていうのをまとめてまいりましたのでこちらの一覧をどうぞ はい、えー、こちらがその一覧なんですけども「えー、知らんわ」っていうやつも結構あると思いますね、えー、聞いたことないなというのもこれねあの順番にし、えー、出してますけども、えー、一応年代順に、ねえー、番号を振って紹介してます最初の方はね「ほんま知らんわ」っていうのがめっちゃ多いと思うんですけども後半になってくるとね結構なビッグネームっていうのも出てると思うんですよ雪舟、えーまあ、とかも出てきたり狩野英かも出てきたりね長谷川東博も出てきたりとか、あのー、めちゃめちゃすごいビッグネームが出てくるっていうのが、えー、こんだけ出てき ますよっていうのが展覧会なんですよで、あの今回ね、えー、まあ、僕この展覧会マジでみんなに見に行っていただきたいなとめちゃめちゃ思ってるんですよそれぐらい本当に多くの人に今回の展覧会は届けたい、見ていただきたいと思っているので、えー、この展覧会の絵画の紹介っていうのを26点すべてさせていただきますもちろん強弱をつけながらねしますけども一通り全部ご紹介させていただきたいなと思っております えー、これがねめちゃめちゃ大変なんですよ。実を言うと、あの、ね、多分で二十六点の国宝を全部紹介できる人って多分ほとんどおらんと思うぐらい、ね、めちゃめちゃバックの知識が必要になってきて、僕も勉強しながらマジきついなえそうなのめっちゃ覚えること多かったんですけども、でも知れば知るほどめっちゃ面白くてで勉強すればするほどあこれはもうみんなに絶対知ってもらわないと後悔すると思ったんですよ。で、えー、このチャンネルをご覧になっていただいている方にはねぜひも今回あのわ、ー、かりやすくなるべくね、えー、こういろんな 難しくしようと思ったら美術ってなんぼでも難しくできるんですけどもそれをなるべく慣らしてね揉んで揉んで慣らして慣らして分かりやすいようにちゃんとお届けしようと思っておりますので長編にはなると思います。 26点全部紹介しようと思ったらねそのバックグラウンドの知識とかも含めて紹介するので、えー、かなり長編の動画になると思いますけども是非ね最後までお付き合いいただければなと思います、えー、僕もね頑張って紹介するので、えー、今回の動画を全部見ていただいたらかなりのいい予習になるとともに日本美術めちゃめちゃ詳しくなれると思います、えー、それだけの力を込めて僕の、えー、知ってる知識をなるべく分かりやすいように今回もお届けさせていただきますので是非、えー、最後までご覧になっていただければなと思いますそれでは早速いってみましょう<タッ> はい、えー、まずご紹介させていただきたいのが「絹本着色十六ラカン絵」っていうことで、まあ絹に描かれた、えー、16人のラカンさんの作品になります。はい、ラカンさんってなんやねんってどうところなんですけども、えー、正式名称はアラカンと言います。アラカン。 このアラカンっていうのは何なのかというと仏教の中で悟りを開いた最高の境地にいる人をアラカンといいますまあステージの名称みたいなものですねアラカンのステージにいるみたいなでその人のたちの16人のアラカンを描いているのがこの作品になりますよということなんですね。 でまあえーまあ、これ何なのかっていうと、えー、釈迦さんのお弟子さんで16人の、まあ、すごい側近の荒勘がおったんですよ。えー、弟子の中であ「お前も悟り開けたかお前も悟り開けたかあ田中君と鈴木君と、えー、山下君あとまだ16人ぐらいおるやつは、えー、全員悟り開けたこいつら俺の、まあ、もうもう側近超エリート軍団」みたいなやつがいたんですよ。 で釈迦さんがまあ,あの涅槃に行くと、まあ、入滅してあ,あ,っちのあっちの世界に行くっていう時に、えーまあ、本当だったらその荒燗もね、えーまあ、ついてこれるわけじゃないですか悟り開けてるからじゃあ私たちもさか釈迦さんと一緒に行きますって、まあ、極楽浄土なり何なりに行こうとする時に、えー、釈迦さんが「いやちょっと待って待って待って,待てお前ら来れるのは分かってんねんけども、えー、君たちはちょっとこの世界に残って、えー、まだ迷える人たちがいっぱいいるからその人たちを救済するために、えー、居残りをしてください」っていうこと とことで居残りを命じられた16人の側近たちのことを16羅というんですねそれが描かれているのがこの作品ですよということで16羅漢の後にもう一個ねよく似たのが分かって500羅漢っていうのもあるんですけどもこれは何なのかっていうと、えー、釈迦さんがまあいなくなってな、まあ、くなっていろいろ弟子たちいっぱいいたんですけども第1回お経編集会議しようぜっていうのでミーティングが行われたんですよ。 でその時に、えー、いろんなねお弟子が集まって、その時集まった500人を、えー、500羅漢という風に言ったりするんですね。で、えー、この16羅漢像っていうのは結構いろんなところで書かれてはいるんですけども、えー、今回ご紹介するこの東白の16羅漢像っていうのが、えー、日本最古のものになるんですね。へえそんな古いんやで。いや古いんですよ。それがだいたい11世紀頃に書かれたもの。 っていうことなので、まあ千何年たそんなそんな感じ。ああ、鎌倉時代行く前のまあ平安時代末期ぐらいにえ書かれたもんですよということで、この時代でいうと、大和絵って言って、まあ貴族とかのこう風俗を描く手法がやっと確立してきましたよっていうようなえ時代感なんですね。国風文化はく、あ八百九十四年にえ遣唐使を閉じて日本の文化がこう広がりましたよとだから源氏物語絵巻とかああいう日本的な古来のものが古風なものが 生まれていきましたよっていうああいう時代背景の初期バージョンみたいなものがこの十六羅漢像になるとすごい古いんですよね。でそのぐらい古い割には今回のはめちゃめちちゃゃ状態がいいんですよ、えー、結構ねもうそれぐらいのものって、ね、ほんまにね白落とかボロボロになってるのが多くてなかなか見れたもんじゃないものが多い中でこれは結構綺麗に残ってるので見どころが多いんですよ。 でまあ、人物表現なんで、まあ、表情とかもすごい豊かに描かれてますし、えーまあ、感情が、ね、すごい出てくるようなそういう表現で描かれてるすね。であと色がねめちゃ色彩がめちゃめちゃ鮮やかなんですよ。結構色鮮やかないい絵の具を使ってるんですけどそれが綺麗に残っているのですごい発色がいい状態で、えー、残ってますよそれがまあ見どころと。で、えー、これテクニックでね、まあ、あるんですけども金本、えー、絹を描くときに。 まあ、よく使われるテクニックで、裏からね、えー、絵の具を入れることがあるんですよ。絹の裏から。そうすることで、表の色と裏の色が、えー、重なることで、見え方がか変わったりするんですよね。色の発色度合いが変わったりというテクニックがあるんです。これ、裏材色って言うんですけども、結構ね、あの後期、江戸時代とかにはよく使われている技法なんですね。伊藤弱中とかが、そういうのを使いましたよというのは、結構有名なんですけれども、それが、このね、えー、十六羅漢像にも使われているということで。 へそうなんやこんなね、えー、言うたら千何年とかもう僕もう原始的な日本絵画にもうこのそういうふうなテクニックっていうのが使われてたって考えると、えー、めちゃめちゃ面白いなだからこんだけ綺麗に発色が残ってるんやなっていうのが見どころなんですね。で、えー、あとまあ16幅掛け軸あるんですけども大体その上の右か左になんかあのこう四角があって文字書いてるんですよ。これ何なのかっていうと、えー、まあ この十六羅漢さんが住んでるところと名前が書いてるということで、でその四角の中に結構ね、えー、装飾的なものが書かれてるんですよ。だから、花鳥とか花とか鳥とかが書かれてるんですけど、これがね、えー、意外に芸が細かいんですよ。きらびやかで細かいので、えー、ここも見どころかなと。えー、まぁ、山戸絵とかって、 えっと、江戸時代ぐらいになったら、リンパっていうのが出てくるんですけども、リンパっていうのはこういう大和絵とかの装飾的なイラストレーションみたいな、言うたら、まあ、絵とは言わないんですけども、 マークデザインみたいなものを絵画の世界に持っていこうぜっていうのが、えー、リンパの動きやったんですけれども、えー、そういった元になる大和園のそういうデザイン的なものが、えー、こういう時にはもうできてたんだなっていうのがわかるのがすごいおもし面白い見どころなところなんですよ。っていうところをチェックした上で、えー、作品を見ていっていただければ面白いんじゃないかなと思います。 で、えー、ま、一点一点ね、16服をご紹介してもいいんですけども、多分ね、あのー、終わらんと思うので、まあ、まだ一発目で、そんだけ時間取っていいんかって話なんで、えー、それは、ま、本ちゃんは、えー、展覧会で見ていただくとして、ダイジェストで、ざっとね、さっと、えー、16服全部見れるように動画でまとめてますので、えー、今からね、動画流しますので、そちらを、ま、見ていただいて、えー、ま、ちょっと、なんとなくこの雰囲気を感じ取っていただければなと思います。 でえー、注目は必ず主人公はやるんですね、えー、その一服につき人一らかんさんがいるので、えー、それぞれの主役のメンバーとあとサブキャラが何かをしてるよっていうので、まあ、まずメインのキャラクターを見つけていただいて何してんのかなとその表情とかそういったのを見ていただいて残りのサブキャラを見ていただいたら面白いんじゃないかなとそういうのを注意しながら、えー、16服の掛け軸を一気に見ていってみましょう。それでは早速よろしくどうぞ <laughs> はいいかがだったでしょうかまあ結構ねダイジェストでしたけど16服全部見ようと思ったまあまあそういうなりに見応えがあったんじゃないかなと思いますでまあゆっくりね見たらもっといろんなところを見るところがあったと思いますし一つ一つの表情を見てみてもね面白いんじゃないかなと思うんですけれどもそれはね是非現物を見ていただければなと思いますでは次行ってみましょう はいえ次ご紹介させていただきたいのが「両本着色聖徳太子エデンということでえまあエデンっていうと何なのかっていうとまあ言うとアルバムみたいなもんですね生涯をえ表してますよということでまあ生まれてから死ぬまでのまあ主要なエピソードなんかありますよねまあ今の現代でいうと「生まれて生まれましたよ」があってひつぎ七五三があったりとかじゃあその前に奥り染めがあったりするとかな「七五三があったり」とかなんか「小学校入学」とかねえあるじゃないですか。 保育園入園入とかかあるのかなでよ小学校とかなんかいろいろイベントがあるじゃないですかそういう主要なものを今やったらアルバムなんですけども昔はこう巻物にしてみたりなんかまあ屏風とかそういうので書いてたんですね。<laughs> にしてその人の人なんか 電気みたいなのを、絵画的に楽しもうっていうのがエデンになります。で、これは、ええー、まあ、聖徳太子のエデンですよっていう時に。聖徳太子の、ええー、何歳の時に何をしたいかっていうのが、描かれている作品になります。 でえーまあ、なんでこの聖徳太子の絵伝が描かれるようになったのかっていうとむ、まあ、ちゃくちゃやっぱ聖徳太子って信仰を集めてたんですねまあ仏教が日本に入ってきて、えーまあ、信仰しますよっていう人と、えー、そんな受け入れられませんよっていう人に分かれてまあ喧嘩してたんですね、えー、信仰しますよっていうのが蘇我氏っていうまあ曽我の馬子が有名ですけど馬子ちゃんとでまあそんな日本にはもうね受け入れませんよって言ってたのが物部さんってことで結構バチバチに雇っ,ったんですよでいつ。いつ爆発するからっ,ったらやっぱ 喧嘩してしまったとか で喧嘩して、えー、結局曽我さんが物部さんをやっつけたのでじゃあ仏教を広めましょうって言って広がってたんで曽我さんの中で中心的な役割を果たしてたのが、えー、聖徳太子ということで,でそこから実務的なそうまく子ちゃんはねあんまり実務の、ね、ことはしなかったので実務的なことはあの聖徳太子がやりますぜ、ね、ということで聖徳太子が中心になって仏教を広めたっていうことで、まあ、日本に仏教を広めた最初の人もう本当に立役者みたいな感じで、えー、宗派を問わず聖徳太子っていうのは信仰を で日本のお釈迦さんみたいな感じで言われて,てやっていろんな伝説がね生まれてきたわけなんですよだから、ね、あのこう10人の話を1回1回で聞きましたよとか三十何人の話を一,一気に聞けましたよみたいなそういうエピソードが出てきたりあとなんか馬に乗って富士山飛んであの飛び越えて旅行しましたよみたいな話が出たりとかいろんなね、えー、エピソードが出てきたり だいぶそうやろっていうのもだいぶ持ってるやろっていうのも含めていろんなエピソードがあってそれが信仰されてましたよっていうのが聖徳太子なんですね。であとはまあ、えー、浄土真宗の親鸞さんにめちゃめちゃまあ好かれて信仰、えー、されて親鸞、まあ、さんのメンターとしてもまあ有名ですしあとは大工の神様ということで、えーまあ、仏教が廃的でお寺を建てたっていうことでね。 あのお寺を建てる技術も広めたよっていうことで後々大工さんにこのね自分たちの建築の神様やみたいな感じで建て祀られるみたいな感じで信仰を集めたりとかいろんな角度から聖徳太子っていうのは信仰を集めてたよとまあそういうことで聖徳太子のじゃあそういうふうなエデンっていうのを残しましょうねって言って書かれたのが今回の聖徳太子エデンになります。 で、今回の聖徳太子伝っていうのも、えー、いろんなパターンが、えー、現存してるんですけれども、それらある中で、えー、今回紹介する東博のやつが、えー、一番最古ということで、もう最古シリーズやね。十六羅漢も最古やったし、えー、聖徳太子伝も最古で、めちゃめちゃ最古のものがこの東博には出てるよということで、日本最古のものがこんだけ見れる展覧会でもね、やっぱ長い,いな、さすが国宝やなっていうところなんですけども、えー、それが見れますよっていうのが今回の、えー、東博の展示会になります。 描かれたのが1069年っていうことでこれはね年代がしっかりして分かってるんですけども1069年ってめちゃめちゃ古いんですねさっきの十六楽間と同じ時ぐらいに描いたと描いたのが秦野、えー、地底っていう作家さんらしいんですけどそれも分かってるということで、えー、もう本当にまに古い作品で,で大和絵の手法で描かれてるんですね大和絵ってまあ,あのすごいちっちゃくこう貴族の風俗とかを描くんですけどもでそれが斜めからこうね、えー、見る角度で屋根を取っ払ったような角度で見られてる られるというものの、えー、一番初期バージョンがこの聖徳太子のエデンじゃないかなみたいな感じで言われているのでまあ、こんな古いのが見れて面白いなというところなんですよで、もともとねこれは、えー、障壁がやったらしいんですね、えー、法隆寺のお寺の陶印伽藍にある、えー、エデンの内壁を飾っていた障寺絵に書かれてましたよ 大体そう書かれてるんですけど何のこっちゃっは思うじゃないですかあの法隆寺ってめっちゃでっかい敷地があるんですねで、えー、こっちの東グループとか西グループっていうなんかあの寺の塔の集まりみたいなのがあるんですよそれを、えー、西伽藍、えー、と東伽藍みたいな感じで言われてて。 でえー、そっちの東伽藍東グループ東伽藍の建物の中の江伝、えー、って江戸のかな江伝、まあ、っていう建物の障壁画として描かれてましたよっていうのが、えー、これなんですね。こう言わんとね分からないなですからなかなかど,ういうことどこやねんってなるので東のグループと西のグループを合わせて全部で法隆寺という感じなので、えー、それの中の東グループの、えー、一つの建物の障子画として描かれてましたよっていうことなんです なんで,すよでそれが江戸時代に、えー、屏風に変更されまして、まあ、仕立て替えされてで現代は、えー、パネル張りとして、えー、変更されてますまあ仕立て替えされましたよということで、えー、現代は10面ぐらいあるのかな、えー、10面のパネルになってますよということでそこにあの60個ぐらいの、まあ、エピソードが、えー、込められてるとか描かれてるということなんですけ60個か六十個も伝説があると考えたら面白いですよね。聖徳太子の60個の個伝説画像で これをね一個一個60個全部説明しようと思うとこれはまた日が暮れるので、えー、メインどころだけねご紹介させていただきたいなと思いますまずご紹介させていただきたいのがこちらですはい、えー、こちらがまず出産のシーンになりますねえー、馬宿の王子ということなので、まあ、馬宿のところで生まれましたよというのが描かれている、まあ、これが一番有名なシーンかなと思いますけどもで次がこちらです はい、えー、こちらが11歳の時に36人の同時の言葉を一斉に聞いたという伝説なんですね。36人増えてるなと思いますなんか僕が聞いたのは10人ぐらいって言って,て聞いてたんですけど、ね、なんかね11歳の時に36人の同時を聞いた説もあるみたいなんですよ。まあこれあの何をしどこの出展かによってこういろいろエピソードって違うんだろうなと思うんですけども、えーまあ、ここに書かれてるのは36人の同時一期一期の、えー、図が描かれてますよということなんですね。 で、次が、えー、こちらです。はい、えー、こちらが、えー、三十三歳の時に、えー、十七条憲法を制定しましたよっていう図になりますね。えー、まあ、これは一番有名ですね。十七条憲法でいうと、まあ、あの、聖徳太子がやったことでと。簡易十二回と十七条憲法というか、まあ、一番有名なので、まあ、それの十七条憲法を制定しているところの図がこれですよということですね。はい。で、次、ご紹介させていただきたいのが、こちらです。 はい、こちらが16歳の時に、物部の守屋との合戦ということで、えー、先さっ言いましたね、あの、蘇我氏と蘇我の馬子と物部氏、物部の守屋が、合戦してるよっていう時に、えー、ま、蘇我氏について、聖徳太子というのは物部の守屋をやっつけましたよっていう時の、図になります。で、次ご紹介させていただきたいのがこちらです。 はい、えー、こちらが22歳の時に四天王寺を建立しましたよというエピソードが描かれているものになります。えーまあ、大阪にはね、今四天王寺ってありますけど、あれはまあ、えー、聖徳太子が建てたんだよという、それの時のエピソードですね。 でこれを立てる時のエピソードっていうのがこの蘇我氏について諸野辺守屋と合戦してる時に、えー、聖徳太子が仏像を掘っとったんですね四天王の仏像を掘ってでて願掛けをしとったんですよ。ここの戦でこう勝たたたてくれたららあんたらを祀るこう となんか寺建ててやるから勝たせてくれよみたいな感じで祈りながら、えーまあ、四天王の、えー、像を作ったと仏像を作ったとでそれを持ってか,なん,かなんかお供えしたかわからないですけどなんか、えー、それを持ちながら中でわーってやったら、えー、勝てたから「おっしゃいい願いかな」ったちゃんとサンガみたいやけどねミサンガ懐かしいな <laughs> まあそれで勝ったから、えー、寺建てましたよっていうエピソードで建ったのがこの四天王寺と、まあ、こういうふうなエピソードが書かれてますと。 はい。えー、まあこんな感じで、えー、まあ主要なエピソードが60個書かれてるっていうことなので、えー、それを全部紹介しようと思ったら終わらんなと思うでしょ。うん、終わらんと思う。だからそれはまた別でご紹介できればなと思いますので、えー、まあ今回は主要なエピソード5つだけご紹介ですけど、まあこんな感じで描かれた日本最古の聖徳太子エデンっていうのが、えー、今回お披露目ですよっていうことなので、えー、ぜひね、見ていただければな、楽しみにでいただければなと思います。 はい、えー、次ご紹介させていただきたいのが「えー、楽器造紙」っていうことなんですけども、えー、これは何なのかというと、えーまあ、造紙って何なのかっていうとまあなんとか造紙ってよく言うじゃないですか、えーまあ、浮世造紙とか草造紙とかなとか,かねそん,な,な,な,んかなんとか造紙ってよく聞くなみたいな感じで、えー、あるんですけどこれ造紙っていうのは「察紙」っていう意味らしいんですねなんかたら本,本,でた本の意味やったらしいんですよ。 で昔は、えーあのー、この読み物とかの形っていうのはこういう冊子本か巻物かの両 いみたたなイメージやったんですよで、えー、冊子の方が増誌増誌って言われてたんですけどもなんとは後々ね、あのー、こう本になってたのを巻物にこう仕立て替えをしたりっていうのがあるので結局増誌っていうのがまあその元の意味から転換して結局増誌って書いてるけど巻物やないかみたいな感じのこともあったりするけど、まけ、あ、どそういうふうな増誌っていうのはまあ読み物的な意味合いだよっていうふうな、えー、内容になります。で、えー、じゃあ楽器増誌っていうのは楽器が書かれた増、え、誌、ー、だよというあの本読み物だよっていう意味なんですね。 でこの「ガキ」っていうのは何なんですかっていうと、えー、陸道のうちガキ道に落ちた亡者のことを、えー、ガキと言います。 はい。えー、陸道って何ですかっていうね。えー、思われたら大丈夫大丈心配しないで。野村さんそんな先々いかんないと言うても陸道分からへん分からへんと思われるけど大丈夫ちゃんと説明しますから。えー、陸道っていうのは仏教の初期設定の世界のことを、えー、陸道っていうんですね。えー、仏教っていうのは6つの世界に分かれますよ。この世界っていうのは6つの世界があるんですよっていう考え方が初期設定なんですよ。で、えー、じゃあどんな世界があるのかっていうと、まず天道っていうものがあります。なんか天道やったらね、あのー、まあ、あ 天国みたいなイメージなんですけども、えー、天国ではないんですよ。ここでも一応終わりが来るということで、寿命があるということで、ニア天国、ほまあ、めっちゃええところなんですけども、えー、一応終わりが来るよって、でその終わりの時の、えー、苦しみっていうのは結構半端ないよっていう、結構なんか結構しんどいなっていうのもある天道さんです。天道世界っていうのがありますと。 でその次が人間道ですね人間道というのはまあ我々が今生きてますよっていう世界ですよねこれが人間道とその次が修羅道っていうことでここは戦いの修羅の世界ですよと戦いしかないですよとみんな常々戦ってないといけませんよボロボロになっても戦わなければいけませんよみたいな、えー、結構しんどいハードな世界ですよと。 でその次が、ね、畜生動ということで、えー、畜生というのはまあ動物ですね。動物の世界ということでサバイバルの世界ですよ。もう弱肉強食のね、えー、ちょっとも油断できないというのも、ちょっと油断したらなんか襲ってくるぜみたいな感じで、すぐにグーってやっとかなあかんというような世界観が畜生道ですよと。 で、えー、次が楽器道ここですねここで、えー、いるのがモジャが楽器になりますよということでこの世界というのは常に空腹の世界になりますなんか食べても食べてもお腹が膨れなかったり食べさせてもらえなかったりみたいななんかもうとにかく食べるものに関して、えー、こうなんかトラウマになるような世界が楽器道になりますなんかろだいたいろくでもないことが起こっている、えー、上の世界が楽器、えー、道になります。 でラストが地獄道ですねこれはまあ皆さんがよくわかるよく想像する、えー、地獄でございますもうエンマさんがおるところやね。っていうこの6つの世界が、えー、この世の中にはあるんだよっていうのが、えー、仏教の初期設定で,すで我々っていうのは、えー、前世があって現世があって来世があると。 で前世のいいことポイント悪いことポイントによってそのあと死んだあと現世次どこに生まれ変わるかっていうのが決まるとで現世のいいことポイント悪いことポイントによって来世どこに行くかっていうのが決まるということでこの6つの世界をくる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 回ってるんだよどっかに転生するというのをずっと続けてるんだよっていうのが仏教の考え方になります。これが輪廻転生というんですよ で、まあ、このくる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 、ま、だいたいくでもない世界観だったじゃないですかね。なんか人間道も、まあ、言うても人間の世界もね、まあ、まあ、言うても苦しそうな世界じゃないですか。で、天道っていうのも、あの、パッと見良さそうに見えるんですよ。天国っぽいんですけども、一応寿命に終わりが来るので、その終わりが来る時の苦しみっていうのは、なんかここら辺の苦しみよりもすんごい苦しいで、みたいな感じのことが言われてたりするぐらい、ま、だいたいくでもない世界なんですよ。だいたい6物とも天道も含めてくでもないので、えー、結局生きてるっていうのは苦しいね。この世界で生きてるのは苦しいから、 さっさとこんなところから位置抜けたみたいな感じで上がりましょうよそのためにどうしたらいいんですかっていうのが、えー、仏教の最終的な目的、えー、成仏をするということなんですよ悟りを開けたら成仏できてこのぐるぐる回ってる、えー、もうね、えー、も,うできもうラットレースから抜け出して、えー、上あがりすごろくで言ったらあがりみたいな極楽浄土行ってあがりすご成仏できましたみたいな感じになれるから、えー、みんな頑張って悟りを開いて成仏しましょうねっていうこれが仏教の考え方世界 なんで,す、ねでえー、そこのガキ道っていうのが、えー、どんなものかっていうのが描かれているのがこのガキ道にフューチャーした、えー、世界観をよくよくよく伝えるために描かれたのがこのガキ造維ということなんですね。 でまあえー、この「東博で」で、えー、描かれているこの「楽器造紙」っていうのは、えー、12世紀に、えー、描かれましたよということで、まあ、1,100何年とかそれぐらいの時ださっきのやつらよりか、えー、もうちょっとあとになちょ,ちょっとあとになりますけどまあ平安末期ですよ鎌倉時代ぐらいっていうと。でこの時期っていうのはあのーまあ、死後の世界観っていうのが結構クリアになったっていう背景があるんですね。 というのは、えー、この平安末期ぐらいまでっていうのは、えー、日本人の中でってだからまあ日本神話とかでもね「あのー、イザナギと「イザナミとかいるじゃないですか。で、まあ、ラブラブチュッチュやっとったんですけどイザナギイザナミチュッチュやっとったんですけども、えー、なんかね「イザナミが死んじゃって「死後の世界」「読みの国」に行っちゃったと。 で、えー、イザナギ君くんが、えー、もうの、いや、いや、俺一人にせんといてくれやって言って、イザナミを追いかけていきましたよと、黄泉の国に死後の世界に行きましたよと、行けるんかいみたいな話なんですけど、行けましたよと。 ドラゴンボールで言ったら、まあ、占いババみたいな感じだね。もうど、うどう行ったり来たりできるんや、みたいな感じで。あのように行きましたよと。で、まあ、おいざなみ、ざなみ待ってくれや、って言って、なんかいろいろああだこうだ、なんか言うとったら、なんかいざなみが化け物になってしまったと。まあ、何らかんだでの理由で、ちょっとはしょりますけど、化け物になって、いざなみが、うわー怖いって言って逃げると。いざなみが、待てや、こらなんで逃げとんじゃみたいな、いや、こんといてくれやみたいな感じで、こう、おっかけになって、え、いざなぎが現世に戻ってきましたよ、みたいな話があるぐらい。こういう結構、死後の世界とほわっと行ったり来たり、 でき,たりできるものぐらいののイメージが日本人の感覚やったんですよいや。ほんまにほんまにほんまに、えー、そんなことはあのもうちょっと考えようやと思うかもしれないですけどこれぐらいしかあの日本の,あの宗教哲学的にはあの発達してなかったんですよ。でえーこの 平安末期ぐらいに中この、ね「獣王信仰」は何なのかっていうのはね「あの十三仏の掛け軸」の話をしてる時に結構詳しく言ってるのでそっちを見ていただいたら結構わかるかなと思うんですけども獣王信仰っていうものが入ってきた流れの付随の中で「死後の世界観」っていうのがすごくクリアになったとこれ獣王信仰って「死んだ後どうなるの?」っていうのにフューチャーしたすごい考え方の哲学みたいなのが 入ってきたんですよでそれを受け入れることであ「死後の世界ってそうなってんねや」みたいなでそもそも死後の世界ってなんなみたいな感じであ「仏教っていうとそもそものルール知らんかった」「仏教のそもそものルールは、えー、陸道っていう6つの世界をくるくる回んねんな」あのねあの「いいことポイント悪いことポイントによって前世現世来世があって来世どっか行く」みたいなそういう考え方なんやみたいな感じで、えー、しっかりとこう理解できたと。 で、理解できて、じゃあ、理解できたら、とりあえず、現世は、平安末期で京都めっちゃ荒れとったんですよね。ボロボロやったので、えー、もうここの現世はまあ、あかんから、もう俺、せめて来世、いいとこ行きたいから、どうしたらいいね、みたいな感じで、えー、極楽浄土に願、えー、行きたいなっていう世界観、あの、信仰が生まれたんですよ。それを浄土信仰っていう、えー、信仰なんですね。 っていう流れの中で、えー、その浄土極楽浄土に来世いいとこ行きたいなんで行きたいのいやその極楽浄土以外の世界って大体ろくでもないやん例えばじゃあどんなところがあるの っていうところでえガキ道ってこんな世界やねんでっていうのを見せられてうわそんなん行きたくないわそんなガキ道なんかいやいやじゃあ、えー、極楽浄土行きたいっていう風な感じにするために、えー、描かれたのが、えー、ガキ増子という方ですね。ガキ道をせここう,こうビビらせるために、えー、ビビらして、えー、いいとこ行きたいやろっていうことで新人捕獲するためにまあ描かれたようなもんっていうのがガキ増子のそ、えー、タッチ位置になります。 もちろん多分もうちょっと違った意味で書かれたもんやと思うんですけどまあ大体ニュアンス的にはガキ道っていうのはどんなもんなんだよっていうのを説明するために書かれたもんなんですね。 でまあ、似てるので楽器造詞に似てるのでよく言われるのは地獄造詞っていうのもあるんですよそれはまあ、えー、地獄道を描いた、えー、ものになりますね地獄道を描いた作品っていうのが、えー、こう地獄造詞で、まあ、そういうのも、えー、結構地獄ってこんなところに落ちたくないんやったら、えー、極楽浄土に行こうじゃあ浄土進行極楽浄土極楽浄土みたいな感じで浄土進行が流行るようになったのそれううの、えーまあ、言うたら裏の火付け役になったのが楽器造詞と地獄造詞みたいなそんな感じなんですよ。 ななんででか知らないですけど、ね、修羅増詞とか畜生増詞っていうのはあんま聞かないんですけどね「器、え、増、ー、詞」と「地獄増詞」っていうのはありますと。で、えー、この「器増詞」っていうのはね、えー、ざっくりとどんな作品なのかっていうのは、ね、これはねまあ、えー、そんなに長くはないので解説をしながら見ていきたいなと思います。それでは早速いってみましょう はい、こののっていうのは巻物になりもともと多分冊子やったんやろうなと思うのであの場面場面が結構区切れているのでつながってないので多分本やったんやろうなと思うんですけど多分後年それを巻物の形にしたんだろうなと思いますなので一番最初のこう表のところにこういうふうな装飾的なスタートがありますでこれがね結構綺麗なっていうところなんですねこういう装飾的なデザインっていうのが昔も京都にはあったんだなと。 でまあ、こういうのが、えー、後々リンパにつながっていくデザイン性になっていくんだなと考えたらまあなるほどそういったものも感じ取れて面白いなということなんですね。でまあえー、順番に見てていってみましょう はいえー、まず最初のシーンなんですけども、まあ、男の人と女の人がまあみんな集まって描かれてますよっ多分これなんか音楽楽器を弾いてまあ遊んでる楽しげに遊んでるっていうような、まあ、そういう風な宴会みたいな図が描かれていると、まあ、これだけ見たらねなんかほんわかしていいなって感じで楽しそうなんですけどもこれねよーく見たらねいるんですよ楽器がいるんですよどこにいるでしょうか皆さん分かりますでしょうか はいちょっと拡大していってみましょう。男の人のところにねだいたいいるんですよ。はいちっちゃい、えー、ガキがねこうあぐらのま股のところとかにおったり、えー、耳元にいたりなんかあのー、胸のところにいたり結構まあこまごましたところで大丈夫かとおもって全然男の人は気づいてないんですけどもまあこんなこんな感じで、えー、まあ毛量ガキっていうのはこういうふうにあの本当は見えてないけどもいるんだよと。 でガキっていうのは結構何種類かに分かれるらしいですね30種類か40種類ぐらいいろんな種類のガキがいますよとそれぞれによって特徴があるみたいなんです、ね、な,んかなんかすごいですねロールプレイングゲームのなんかモンスターみたいな感じだけどねなんかいろんな種類のガキがいるらしいんですよ。でここで描かれているのは「えー、翌敷ガキか」かもしくは「敷人正器ガキ」っていうふうに言われておりまして「えー、翌敷ガキ」ってなんやねんっていうとまず、ね、どういった人が、えー、その翌敷ガキになるのっていうとなんかうつく 美しししく着飾ってて、えー、売春春たたり改春したものがなるといいう,うに言われていますだから、まあ、翌時期なんやろうなと思いますけどまあなんかまあまああのー、ねよろしくないことをしたら、えー、こういうふうなガキになるよとまあ男と女のねチュッチュッチャッチャがいろいろかややこしいことをしたら、えー、こういうふうになりますよということを言われております。 で、えー、どういう特徴があるのかっていうと、えー、人間の遊び場に行って惑わして、えー、植物食べ物を盗むという特徴を持ってますなんか可愛らしいねなんかガキやからもっとなんか悪さするのかなと思ったらまあ、そういう風な、えー、食べ物を盗むというちょっと、えー、レベル1ぐらいのガキになりますでまぁ、あ、体が小さくて何にでもまあ化けれますよっていう特徴もあると これがまあ翌々学期ガキなんじゃないかなというふうに考えられています。もしくは、えー、直人正気学期じゃないかというふうにも言われておりまして、えー、この直人正気学期というのはどういうふうなのっていうと凶、えー、楽にふけ、えー、不信心な人の正気を喰らう学期、えー、というふうに言われております。まあ言ったらまあパリピあのふえーでは浮かれてる宴会しているような奴らは、えー、こう新人部学もないしあのー、もうちゃんとしてないからそういうところに行ってそいつらの元気を吸い取ってやるぜみたいなやっ、えー やってくるのののがここことということでこの、ね、宴会してる人たちの音楽をしている人たちの世紀を今吸い取ってるという状態なんですね怖ってもうそんな世界に行きたくないでしょそんな、ね、あの人の世紀を吸うような楽器になりたくないでしょだから極楽に行きましょうねみたいな感じで考えられてたというそういう風なスタートになります。では続き行ってみましょう はい、次がなんかお坊さんがなんか出てきてそんで女の人が「あのあーなのよこうなのよ」ってなんか言ってて部屋の外から出てきてとでその中で部屋で何かしてますよってこれが何なのかっていうと。 えー、まあ妊婦さんが出産しましたよっていうシーンですねだからまあめでたいめでたいでだから子供が生まれてるっていうシーンが描かれてるんですけどもその横で「なんやねんこのモヒカンは」というねモヒカンのガキがいるとこれがねまたこういうふうなキャラクターのガキがいるんですよ毛量がいるんですよ。これは何のガキかというとシエイジガキとも言ったり、えー、直気にガキ と言ったりもします。だからもうシエイジガなんか名前を見にくいですけどねまあ何をするのかっていうと、えー、まあ生まれたばかりの子供を食べるように宿命づけられたガキ っていうことでいややなそ,のその宿命いややねあのもうちょっとましな宿命の,、ね、あの与えられてほしいですけども、えー、最初から「お前は生まれた子供を食べるために生まれたガキだ」っていうふうに、えー、言われてしまったというそういうふうな役目を言い続けられたガキが、えー、今子どもをだから食べようとしてるという悲惨な姿やねっていうだから周りの人は気づいてないからねこういうふうなのにもなってしまうと「そんなになりたいですかあなた」「いやなりたくないでしょだから極楽行きましょうねあの新人深くしましょうね」みたいな、えー、そういうふうな、まあえー、役割があった、えー、シーン。 になりますでは次行ってみましょうでシーンが変わって、えー、まあだからここで区切れるんでしょうねあのさっきの坊さんのところもそうですけどシーンで区切れて刺してあったからねそれを無理やり連れてるから巻物になってるのかなと思いますで次のシーンなんですけどもこれねちょっとモザイクを入れてるんです、えー、本当はねちゃんとあの出てるんですけどちょっとね、えー、汚いので <laughs> ごめんなさい汚いのでモザイクを入れてます自主規制してます でこれ何なのかっていうと、あの、これもね、ほんまなんちゅうガキやねなん、ちゅうキャラクターやねんっていうキャラクターなんですけども、えー、直粉ガキと言います。えー、これはね、食事に、えー、ふんって書いて、直粉って言います。で、ガキですね。まあ、これもジョンデジのごとくで、えー、便を食うように宿命づけられた、えー、ガキになります。いややわ、と <laughs>。なんで便を食うこと、お前は、あの、便食い係や、みたいな感じで命じられた、えー、ガキになります。いややなぁ、もうそんなんなりたくないやろう、お前。 糞尿とか食いたくないやろ。だから極楽浄土行こうねっていうまあそういう風な、えー、今趣味やったんやろうなと思います。なのでこれモザイクで加工しているところは、えー、ちょっと糞尿をしているシーンになります。はい、排泄をしているシーンになってちょっと汚いので、えー、モザイクかけてます。はい。で大体ガキっていうのはお腹がおしかしてるんですけども、大体こうお腹ポッコリしてるっていう風な、えー、他は細くなってるけどお腹だけポッコリ出てるっていう風な感じで描かれているのが、えー、スタンダードな描写になります。 で次どううなったかっていうのを見ていきましょう、はい、次のシーンなんですけども、えー、なんかし、ね、人が死んでいる骸骨があったりなんかまあ明らかに死体になってるっていうのが、えー、結構散見されているものですねところですね。でそこに、まあ、いろんなガキがまあいると明らかに死体いっぱいいてお墓があったりとかってしてるというところなんですけども、えー、これは執行ガキが という画期、えー、の種類になりますでこの執行ガキっていうのは何をしているのかっていうと、えー、墓の合間をさまよっているガキというふうに言われておりますだまあお墓の間も、まあ、そのまんまやねお墓の中でこういろいろうごめいてますよねこういうことをしているのが、えーまあ ガキですよとで、まあ、何をしてるかというとお墓を荒らして、えーまあ、死体を食べたりしてるんだよということで、まあ、確かに、まあ、骨食って何か食べようとしてるなということで、まあ、あんまりろくでもない、えー、ガキではございますだから戦乱とかがあって死体がいっぱいこう溜まってくるとそこに現れて群がって、えー、それを食べようとするガキということでお前らそんな気持ち悪くなりたくないやろ死体を漁りたくないやろだからまあ合格上で行こうねみたいな戒めになったと。じゃあ次を行ってみましょう。 はいえ次がえまあこれ池なんですけどもで池でこう水をすくって飲んでるんだろうなというところなんですけどもこれよく見るとね多分ね池に水ないんですよこれねえ乾いてますよねまあ干上がってしまっているのでそこでまあ水飲もうとしてるけど飲めてないよっていうガキなんだろうなと思いますこれをえ直水水と言いますはい直水食の水って書いて「気水」ですね。 でえーまあ、水を求めても飲めてない飲めませんよっていうガキなんですよ。だからお前ら水飲んで喉乾いた喉乾いたと言って水を飲もうとしても飲めないっていうガキになりたくなかったら極、えー、楽浄土行こうぜみたいな感じの増し、えーまあ、めになりますねで。次行ってみましょう はい、こちらも、ね、自主規制をさせていただいてるんですけどもあの鳥がねこうまあ,あのガキにこう寄ってこれ実はねあの食ってるんですよガキが鳥に食われてるという図なんですよか結構えぐいんですね、えー、漫画とかでよく描かれてそうやけどここでちょっと出すのはちょっと YouTube 上では暴力的なのはあかんのでなんかちょっと気持ち悪いなっていうのでモザイクをかけてますけどもこれを荒野ガキと言います荒野ガキはい。 でこの荒野ガキっていうのは猛暑の中、水を求めて野原を走り回るガキということでこの池の方に本当は行きたかったんでしょうけど行けずに鳥たちに食われてますよという図なのかなとは思います近くに、ね、池,も池というか水が書かれているのでそれを表しているのかなということですね。 でその隣にあるガキっていうのがなんかこれ口から火の玉をいてるように見えますけども、えー、これは火の玉を吐いてるというわけではなくてどっちかというと火の玉を食べてる食べさせられている、えー、ガキになりますねこれを切診、えー、ガキと言います、まあ、もしくは殺診ガキとも言ったりするみたいなんですけども、えーまあ、鉄の塊熱い鉄の塊を、えー、の飲み込まさせられる、えー、こう食べさせられるというふうな、えー、ガキになりますじゃあ次行ってみましょう はい、なんか 剣炎の剣を持っているあのなんか鬼がなんかめちゃ怖いのが出てきましたね。でこの真ん中にガキがいてあ両サイドにあいてますね両サイドに、えー、鬼がいて、えー、炎の剣で、えー、今から両方でしばかれるという両方両手に鼻嫌な両手に鼻状態のガキですね。でもうこれもフルスイングするようかというような状態になってますけどもこれがね、えー、めちゃめちゃ長い名前なんですね。えー重調感軸熱 ガイド、えー、ガキということで、もう名前を別に覚えてでいいですけれども、えー、これはまあ両サイドリンチガキということで、えー、まあ突然に備えられた花を盗んだものがなるというガキですね。でその罰をが、えー、を 食べ物を食べようとすると、えー、燃え盛る剣で、えー、管理人にリンチされますよっていうふうな、えー、ガキになります。嫌やねそ,その運命も嫌や,やな。リンチ決定のガキ。食べ物を食べようとしたらリンチされるというのが決定づけられたガキということで。ちょっと嫌やねやん、ま。このガキもなんかちょっとやめてくれやーみたいな感じでちょ,ちょっとかわいそうに見えてきますよね。まあ、両方リンチの両サイドリンチガキがこちらになりますということで。えーまあ、仏のの前に備、ね、えられたた花とかそういったものは えー、自分で盗んだりしないようにしましょうねっていうそんななか,なかしないと思うんですけどなかなかしょぼいことをしたらこうなりますっていう、えー、そういうふうな戒めになります。じゃあ次行ってみましょう はいえー、次が「じ、え、き、ー、とガキ」ということで「えー、食べる」に「吐くガキ」ということでなんか口の中「うえ」って突っ込まれてますよねもう鬼かなんかに「うえ」ってえら,られてますけどな,なんやこれはどうしたんやどうしたんやで言うと、えー、これは「食べたら吐かされる」という、えー、そういう風なガキになります。えー、吐くことを決定付けられてるガキで,す、ね、で次をいってみましょう。 でこの最後の、ね、楽器は、ね、これ何の楽器かよく分かんないですけど途中で切れてるのか何なのか分かんないですけどこれはちょっと分かんないですけども、えー、ここが一応ラストになるっていう状態で、えー、東博のかけ、えー、巻物の,この楽器造資というのは、えー、終了になります。 はい。いかがだったでしたえ、ガキの世界、ガキ道の世界、ちょっと体験してみましたけども、えー、だいたいでもなかったと思うんですよ、いや、だんだんよう帰ってこれたらって感じなんですけど、ね、あの世界には行きたくないなってみんな思いました。今の僕らでも、えー、突っ込みどころ多いですけど、行きたくないなと思うので、当時の人たちはもう、ね、ほんまに震え上がっとったと。もうしょんべんちびりそうになるぐらい、ああ、こんなところに行きたくないわー、みたいな感じになって、えー、じゃあ極楽浄土に行きたいから、普段の行いを立地しましょうね、みたいな。そういうふうな、えー、世界観になって、えー、まあ、 国楽浄土浄土信仰というのが信仰されていきましたよっていうそういう風な流れになります。こういう風なものも「東博」の今度の展覧会で見るのにただ気持ち悪いなっていうだけではなくて「これ何してんねやろうな」とかそういう時代背景を知った上でこの国宝を楽しんだら面白いんじゃないかなと思います。では次いってみましょう。